はいみなさんこんばんはピアノヤドットコムの石山です。真夜中のピアノヤドットコム。今日も今日現在の在庫と出荷待ちのピアノそして整備 中のピアノ、え、アップライトを中心にお届けしてまいりたいと思います。まあ、ずっと在庫にあるのもありますが、まあ、お付き合いください。ケール 32BG、ケール 32BF、そして、ディアパソンの 132C ですね。赤いピアノですね。そして、いえ、河合のケール51、ケール 51KF、シンメル、そしてディアパソンの D45B という結構新しめのね、えー、に、人気モデルっていうか、あ、後期モデルです。 そして、えー、KI の 65FN ですね。そして、えー、これが新たに入ってきました、えー、K25EA ですね、えー。色がすごく綺麗ですね。えー、そして、えー、これ、ディアパソンの 126CE という中型のめっちゃ音のいピアノ。えー、UX の 30A という超高級モデル、クロイツェル。黒いツルがありますよ。そして、カワイの KL51。 えー、BL51、そして KU20AT というエニタイプですね。小ユニットの付いてるタイプです、えー。そしてこれはクリンゲルですね。可愛らしいピアノですね。値段はお安く出しております。えー、クリンゲルじゃなかった。すいません。アイゼナーハでした。はい。アイゼナーハですね。はい、えー。そしてこれが大橋ピアノですね。えー、これはグランフィールの付いてるタイプですね。 えー、大橋畑岩さんの時代の初期のモデルの3本ペダル。そして、えー、グランフィール搭載のものですね。そして出荷待ちのピアノが、えー、W102。そして、えー、これは、えー、ディアパソンかな。あヤマハ U3M ですね。そして、えー、これはあ,あれです。はい、ディアパソンですね。えー、クロイゼル。そしてヤマハ。これはあ出荷がちょっとしばらく先のやつですね。ガーシュインですね。で、ここにあるのが 132C、まだちょっと、えー、手,手入れが始まってませんが納期までにはきちんとお届けします。そしてヤマハ、えー、それからあディアプスさんの 132BW、そしてオハシですね、えー、があります。さあ、それではですね、今整備の、整備中のピアノに行きたいと思います。はい、えー、こちらですけれども。 これはですね、えっと、リメイクでですね、私の近所から、えー、引き取ったものですけども、きちんと手を入れてお届けするということで、今、ここのね、えーえっと、フロントパンチングというね、クロス、そしてバランスパンチング、これを新しいものに付け替えている状態ですね、中はこういうことで、あのフレームがちょっとフレームっていうか、このブラケットっていうんですが、これ結構変わった形ですね、初期の河合、えー、の、昭和40年代の、 30年代から40年代の河合のアクションになりますね。えー、そして、えー、これもリメイクですね。ヤマハの M1 かな。届いております。これヤマハ。これはあ出荷待ちのピアノですね。ここにあります。そして、えー、これが XO の8ですね。えー、まあ、ピッカピカ。新品みたいにね、今綺麗に。これも張り替えをしたところでしょう。あ、これはですね、えー、と、これです。ここの,あのハンマースト,ストップレールがですね、 えー、なかった。なかったというか、正月だったからかな。え、なかったので、新しく作りました。え、コーナー。 えー、ホームセンター、コーナーに行ってね。まあ、これ、同じのがありましたので、えー、この木に穴を開けて、フェルト貼って、え、作りました。もうない部品は、あ、みんなで工夫して作るというね。まあ、これが職人の世界ですけどね。こでやっぱやばそうな役しということで、えー、今これだけの、お、整備の方に入っております。えー、グランドの方はね、この間お見せしましたけれども、えー、在庫が今、7台ぐらいかな。9台かな。 7台かなぐらいありますのでね。また、えー、グランドの方もぜひ聞きに来てください。それから、えー、横浜の倉庫に C5L というめっちゃいいグランドが1台ね、ありますので。あと、コロラトゥーラもあります。えー、どうぞ、ボストンとか、ね、えー、UX-1 とか、あ、コロラトゥーラのアップライトもありますのでね。ぜひ、あの、横浜の方も、えー、見に来てくださいね。どうぞ、よろしくお願いいたします。今日はこの辺で終わります。それでは、失礼します。さよなら